エントリーナンバー14番ウェスティンホテル大阪日本料理花の三輪敦史34歳です。料理の鉄人を見ながら自分もこの舞台に立つことを夢見て今まで全力でやってきました。一生の中でこの機会に恵まれることはもうないと思うのでグランプリ目指して頑張りたいと思います。今回の料理は軽くいぶした丸のたばじめくず鍋仕立てです。味わいポイントはやっぱりグラスの中に燻製された卵が出てきた時の見た目の楽しさですね、はい、火加減が強すぎるとあの卵の中に酢が入ってしまうんですね。ですからあの最初に表面だけ強く固めておいてあとは弱火でじんわりと火を入れるのを心がけました。日本料理らしくない燻製をあえて日本料理の食い味に持っていくのを考えました。店舗側に入る賞金はあの自分の中だけなんですけれども、その賞金であの何かを買うとか器を買うとかではなくて顧客の皆様に還元したいと考えております。予算200万あれば、原価1万円使ったら200人お客様呼べます。それで顧客にあの賞味会でもして顧客に還元したいと考えてます。まず見た目、あの日本料理でグラスの中から燻製が入ってるっていうのはあんまりないと。盛り付けですね、あと洋皿も使用しました。日本料理らしくないですけれども食べていただいたらだしの味で燻製の香り相まってものすごく日本料理になってます。